天理市は新型コロナウイルスの影響で経済的に困窮する大学生と勉強の遅れを取り戻そうという中学生を支援する取り組みを行っています。この天理学び支え合い学習塾は、大学生が受験を控える中学3年生に英語と数学を教えるもので、この日で3回目です。市が大学生を指導員という形で臨時に雇用、1ヶ月8回行われる授業に参加すれば5万円の収入になり、中学生は無償で指導を受けられます。天理市によりますと、参加している中学生にはほとんど欠席者がおらず、アンケートでも高い評価が得られているといいます。話も分かりやすいし、面白いし、めっちゃ優しく教えてくれるし、なんかあの先生でよかったなって思ってます。結構話すときに親近感があふれるような、まあ、僕からすると、まあ、シナジー効果的に、まあ、結構はかどります。今アルバイトがある方でも不安定だったりだとかしている状態だと思うので、その中で取り組みに参加させていただけるっていうのは大学生にとってもありがたいお話だなと思います。学校の先生ではこう分からない気持ちも分かるやろうし、教え方がその先生よりはうまくなくたとしても伝わるものがあると、ね、そういうふうに思っています。